教室の久保田です。今回はですね、片手打ちの、左腕の動きをちょっと見てもらいたいと思って動画を撮っております。片手打ちのバックハンドっていうのはほとんど両手なんですよね。体ターンしてまだ持ってるし、ラケット用意してるし、引いても両手だし、ずっとこうやって両手のまんまなんですね。持ってるところはまあずっとこの辺なんですけど、ずっと下に落ちても持ってる。でその後振り出しても持ってていいんですよね。で、だけど私の方ではですね、バックハンドあんまり安定しないという人はもう打点の直前まで両手で持っていくようにというふうに伝えるようにしてます。この辺りから離す人多いんですけど、まだ下まで。で、ここで離す人も多いんですけど、ここからまだ先まで。左腕をつけて、でそれから片手にするようにというふうに伝えています。でちょっとどんな感じか、ここからまだ持ってる。今結構長く持ったの分かりました？引いてまだ持ってる。ちょっと丸くして、でその後まだ持って、ってるんですよね。ここでは離さないんですよね。ギリギリまで持っていくと自然なこう左腕のこう振り落としというか、このだらーっと垂れたのとラケットがこっち側に抜くタイミングが一緒にこう重なって綺麗にバランスが取れるんですけど、ちゃんとこう使えばですね、使えば。引いて下ろしてついていく。今ちょっと下の方だったんだけど、そっち側に持っていったのは分かりました。で、最後の最後に右腕。だから右腕っていうのはラケット引いて下ろしてで前に出して、このあと片手になった瞬間にこっちに引っ張るっていう動きの方がいいと思います。すごく楽です。これは絶対右腕で引いて右腕で下げて右腕で出すとか、それとか右腕で引いて落とさずにそのまま出すとか、そういうことがないようにね、必ず引いてちょっとここは、グリップを支点に少し丸い感じで落として、でその後出せるようにしてください。こっからこっちで、それをさせるのが左手にしてください。で出す、左手ちょうどこうやるとちょっと窮屈になるんですよね。左肘が体の背中側に行くんで少し窮屈になって、これ以上動けるっていう場所はもう下しかない。もっと言うなら
この姿勢、この体勢っていうのは下には動けるんですよね。こっちには得意。だからあの前あの両手打ちのバックハンドのバックスイングで、ここはこう肘引いてもいいっていうふうに言ってましたよね。これ下には使えるんですよね。前には出せないんですけど、直接前にはいけないんだけど、下に行って打てるっていうあの力の使い方ができるんで、でそれもあの片手のバックハンドで使ってほしいんですよね。これはもう片手大体全員こっち側に来るとは思います。あのこの辺のままこう行くってことはないと思うんですよね。大体こっち側に行かないといけなくなるん でその落とした勢いで左手がこう振り出してくれれば、右手はほとんど力使わないんですよね。みんなあのこう右手で振り出すのですごく力がいるっていうふうに勘違いしてる人多いですよね。まずあの片手やったことがない人、ね、両手打ちしかやったことない人で片手は力がいるとかって誤解してるんですよね。あの全然そんなことないですからね。片手の方がめちゃくちゃ楽ですからね、両手に比べたら。ただ片手のバックハンドの人ってなかなか両手で打ちたがらない。片手ができる人はですよ、片手ができない人は両手打ちにしたいと思う人が多いと思うんですけど、あの片手が上手い人で両手打ちに変えたいって思う人っていうのはほとんどいないと思いますね。両手が上手い人で片手にしたいとか片手に変えるって人は結構いるんですけどね。だからそれ勘違いしないように、ほとんどこの、 あの左手って言っても左手は落とす方、力を抜く方ですからね。抜く方で加速できて、でそれからスピードに乗った、でしかも、左腕がラケットをボールの後ろにセットした状態で、その状態で右腕がやるんで、右腕ってこれぐらいしかないんですよね。こっち側にちょっと、自分のちょっと後ろ側、こっち側に引っ張る。で引っ張ったとしても、もうこれ、この状態で打ち止めというか、もうこれ以上いけなくなってこう回ってくるんで、あのよくこうする人いるけど、これはしないでね。こっち側に、こっち側にこう持ってったり、こっち側に開いたりしないで、ね、これ以上あのラケットを振りたいときは体ごとこっちに持ってってください。ここまで行ったらこっちですからね。こうしないようにね、こうやって肩を張らないようにね、この状態から一緒にっていうのはいいと思います。楽だと思います。両手で行ったら、でそれをやるときに左の肘が完全に伸びて、ぶら下がるような感じになると思います。両手でいって離す。でもしスピードアップするんだったら、ここまで行ったこのあと右腕ですからね。ちょっとそれ見てくださいね、タイミング。わかります？だいぶ近くに行った後にパッと抜き、いきますからね。あの一番ダメなのはこの辺りから右腕が引っ張るのがダメですからね。で次はまあ下ろせば大体右腕はでき使えるんですよね。右の肩がね、肩を回旋させる動きが使えると思います。でもそれも途中まで左手が行ってあげたらすごい楽に回りますからね。それちょっと見てください。ここからI don't know.
まで行ったら速く抜く。これ楽なんですよね。一番楽。こう。もう右腕は体の後ろ側にこう引っ張りたく。こっち側に行きたくてしょうがないんですよね。こんなとこまでやらされてますからね。こんなとこまで行かされてるんで、こっちに行きたくてしょうがないんですよね。ここまで行っといて、こっちにやるなって言われたらものすごく気持ち悪いんですよね。もうこっち側に行きたくてしょうがないっていう状態をこの辺りで作ってるので、で楽にこっち側には引けると思います。引くですからね。出すじゃないですからね。こっちに出したらダメですよ。押したらダメですよ。ネット側に。あれ全然力が入らないんですよね。押すのはダメですね。体重も右足にかかりすぎて、で、タイミングを取るのが難しいですよね。前に押す動きっていうのはね。それよりもこれ近づいた、だからパッと抜く。っていう方がいいですね。左手で近づけてパッと抜くっていうのがいいです。どうしようこれ。軽くやって、こうやって練習できるといいですね。軽く何回もこう左手が行ってで離す。これぐらいやってると気持ちいいですよ。こういって首まで回すともっと気持ちいいですよね。実際今前向いて、あの壁打ちなんでこう打ってすぐまた前向かないといけないんですけど、実際こう球拾いしないでいいときはこっち側向いてでやるといいと思います。ボールの方にこうここからスッとこう首を入れ替えるとすごくこう首回りが楽になってくると思います。ちょっと前からも撮りましょうね。ちょっと見づらいかもしれないですけど、シルエットが見えれば大体左手がついてって出てるのを。分かると思います。あの、お腹まで両手で行って離してますから。これ見といてくださいね。後ろをくぐって出たら、離す。まだ持ってますからね、こっち。その両手で持ってってるっていうのは、そうカメラで映るとは思うんですけど、どうでしょう。で、そこまで行ったら早く振るっていうのはいいですね。楽です、ここまで。ほぼ左手、最後だけ、最後の1割だけは右手っていう使い方ですよね、これは。これだと右手疲れないんですよね。右手疲れないというか、左手の方が忙しいというか。でこのぐらいでやってると、右手を次にまたこの位置から振っておいて、すぐフォアに来てもまたできるということになると思うんで、
でもそれがその右手が引いて右手が頑張ってでまたフォアやらないとってなると大変ですよね。なんでできる限り両手でついていってそれから右を引っ張るようにで左腕はそこにこうぶら下げるように置いておくといいと思います。ちょっと両手が斜めにこう分かれる感じがありますよね。こう自然に持ってってぶら下げたっていう、これはあの全然関係ないのになんかこう開く人っていますよね。こうやってあの特に使ってもないしなんかバランスを取ったわけでもないのに両手をうわって開くと言いますけど、あれしないようにね、ちゃんとあの役割があって役割を果たした後の左手の開き方にしてくださいね。まあ、ちょっと左手ちょっと使うようにしてください。あのだいぶこれあのちょっとつけただけでかなりあの動きが変わってくると思うんです。今まで使ってない人はですね、あのこっちがバタバタして肘も痛いとかっていう人はあの左手使うと全然変わってきますので、そこちょっと試してください。今回は以上です。